Hello everyone, welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、ラブです、今日はですね、4月のお気に入り商品を少しご紹介したいと思います。で、あんまりないのでもう本当にすぐ終わるかと思うんですけども、ぜひ見てください。で、過去にも何度か出てきた商品があるかもしれないんですけれども、ここ最近ずっと使っているのでご紹介したいと思います。で、まず一つ目はこちらのアナスタシアの Tinted Brow Gel という、眉のジェルで、こちらがエスプレッソという色になっています。で、最近日本もとても暑くなってまいりました。っていうことは眉が消える確率も高くなってきました。ちょっとつけてみましょうか。今日はまだボビーブラウンのブラウキットを使っただけなので、パウダーだけになっています。やっぱりね、このジェルを使うと眉の流れとか、この、眉尻がとても消えにくくなっているような気がします。こんな感じで、眉の流れがやっぱり綺麗くなるので、やっぱパウダーだけではできないですよね。それがこんな感じで、色もちょっとだけ濃くなるかな。私の眉の色にとっても合ってるかと思います。で、つけた感じもとっても軽く自然な感じになっています。こちら毎日使っています。はい。で、次はアイシャドウになるんですけれども、このメイクのチュートリアルでも使っていました、ソニア・カーシュクのアイオーニュートラルの02番、こちらになります。こちら本当に最近よく使っています。もう簡単に済ましたいことが多かったので、ほぼ毎日もうこのメイクなので、これを使っています。で、こういったマックのマットなブラウンのシングルアイシャドウとかあるんですけれども、やっぱりバラバラになっているので、こちらだともうほんと一つで全部いけるので、とっても簡単というかお手軽なので、で、今日使っているのは、これとこれの4色だけを使っています。うん。でもこれがね、日本で買えないのが本当に残念です。これはアメリカのターゲットというスーパーマーケットにしかなかったのかな。で、12ドルぐらいだったと思うんです。そうだったかな ?20 ドルぐらいしたのかな、忘れちゃったけど、それぐらいで、とても人気だ、その頃人気だったんですけれども、まあこれがあまりにも人気だったので、いろんなメーカーがマットな、まあ、ニュートラルカラーのパレットを出していたので、まあそれと比べるとこれがどうなのかはちょっと私にはわからないんですけれども、本当にこういうのがね、1個あれば、まあ、どこのブランドでもいいんですけれども、1個あればとても重宝すると思います。はい。で、次のアイテムも今回のメイクで使っていて、で、4月ずっとのお気に入りではなくて、4月のまあどちらかというと下旬ぐらいに手に入れたので、4月のお気に入りに入れるのはと思ったんですけれども、いつも私はこれをしているのでもう入れちゃいます。キコのクリスタルアイライナーの01番、ここで見えるかな、ここの下まぶたの下に入れているんですけれども、で、こちら、スウォッチを一応しておきますけれども、こういった感じで、シルバーカーキみたいな色になっています。とっても渋い色で、で、表面は本当にキラキラしてホイールみたいな感じの表面になります。うん。なので一年中結構使えそうな感じになってます。もっと明るい色だったらね、春夏でもっとここキラキラさせるのも可愛いかなと思ったんだけれども、なんかこれ1本しか頼まなかったので、もっと頼めばよかったなと思って、キコは本当にまだ日本に入ってきていないんですけれども、なんてかね、本当にすごいいいのに、なのでもし試せる方はぜひおすすめします。はい。で、次はスキンケアになるんですけれども、以前アイハーブで私が買ったクリーム、マスクのクリームがあったんですけれども、そちらと同じブランドでアンネマリーボーリンドというところなんですけれども、ドイツのオーガニックなスキンケアのところなんですが、こちらね、姉がこのセラミドバイタルフルイドっていうセラミドが入ったクリーム、美容液を買ってとてもいいって言って勧めてきたので、私も今回買ってみました。うん。これね、つけた翌日とか、なんか顔を洗う時にもツルツルしてるのが分かります。で、これにあんまり早くなれると
なんか嫌だなと思って、あんまりまだ使ってないんだけれども、他のクリームも一緒に買っちゃったもんなので、クリームの方を毎日使ってみてます。これはたまに週1ぐらいで使っているんだけれども、でここのメーカーさんは全部匂いが結構きついので、なんかレビュー見てるとおばさんみたいな匂いとか書かれている人もいるぐらい匂いがきついので、匂いが苦手な方はちょっと避けた方がいいブランドなんですけれども、匂い大丈夫っていう方はぜひ、ね、試してもらったらいいかなと思います。で、iHub だと日本のどっかのお店で買うよりもなんか断然安いみたいです。私は本当に全然知らなかったブランドなんだけれども、うん、使ってみてよかったので、他のも試してるところなんですけれども、セラミドってなんか肌の、何?肌の張りとかを保つのにはなんか必要なものらしくて、っていうのは聞いたことあったのでいいかなと思って使ってみてます。ワンポンプで結構出てくるので、半ポンプでいいぐらいもう顔にバーってすんなりと馴染むので、伸びもいいし、でこちらを私は朝だけ、あ、朝じゃない、夜だけ、でも本当は朝晩いけるとは思うんだけれども、うん、で、iHub はよく 20% オフをやっているので、で、多分昨日かな、なんかまたアンネマリボリンドがまた 20% オフになっていると思うので、1週間ぐらいだけならそうなっているので、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。で、もう一つまたスキンケアなんですけれども、こちらはもう皆さんご存知の、じゃん、こちらアンブリオリスのレクレムコンサントレという、まあ、クリーム、まあ、万能クリームみたいな感じなんですけれども、ずっと結構、もう7本ぐらい使っていて、もう何年も使っていて、でいろんなクリームを試したくなって、1、2年ぐらい空けてたのかな、もう使ってなかったのかな、なんですけども久しぶりになんか戻ってきたら、やっぱり保湿力が半端ないっていうことを再確認しました。うん、むっちゃ良かった。これをつけると朝の保湿されてる感が全然断然違うなっていう感じがしたので、やっぱりこれもう超お気に入りです、うん、もうこれは日本で売ってるので、もうこれ日本で買いました。まあこのチューブがね、このアルミっぽいチューブが最後ら辺になると、もうこの折れたところから切れちゃって、こっから出ちゃったりするのがちょっと難点なんですけれども、でもなんかその古臭いところがまた可愛いかなっていう感じです。はい、これはまた浮気しても戻ってくるっていう感じのタイプの商品だなって思いました。はい、こんな感じでとっても少ない商品の数なんですけれども、本当にね最近も同じ顔、この顔ばっかりやってるので、はい、でスキンケアもちょっと新しいのをね、使い始めて、まだどんな感じかっていうのが自分の中で分かっていないので、そちらが分かってからご紹介したいと思います。はい、まあ、こういう感じでね、即効性があるのは、まあ、すぐに入るんですけれども、はい、でまたオーツのレシピ、いろんな方がたくさん試していただいて、いろんなところで報告、クックパッドの方にも作れぽとか送っていただいて本当にありがとうございます。私もまだほぼ毎日のように毎朝食べています。まあ、いちごの季節がもうすぐ終わりそうなので、次は何を入れようかなって思ってるとこなんですけれども、まあなんかちょっと良かったです、作ってみて。でもまだね、なんかオーツが苦手な方とかもいらっしゃるようなので、また違うもので、レシピご紹介できたらなと思います。Alright, thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye!